はい、まずスタートですね。スタートは9番ですね。9番の山下選手が取り行きましたね。うん、ということはやはりここは6番の久保田選手が前行けになりますね。本当に勢いよく取り行ったので、やはり久保田選手のね。迷いなかったね、えー。そうです。迷いがなかったですね。はい。 6番9番で前段です。そして地元の坂本龍馬選手がねその後ろを位置してますので金街選手4番の金街選手がこれから上昇してきてゴイシ選手とドッキングをして4番2番7番というね地元九州ですねはいのラインが中段で形成されます。そしてその後方ですね山本直選手に3番の中村選手坂田選手5番3番8番 その後ろに短期の阿美谷選手一番ですねがつく形ですねこのようなレース形態でまずは始まりますね山本直選手のレーススタイルが後ろから一回叩きに一回押さえて先行選手を出して中段からレースを伺うというレーススタイルなのでこの感じは想定内というところですよねあとは金谷選手がねやっぱり 地元の坂本選手を連れて先行、まあ、選,選手ですからね積極的にここは仕掛けてくるかと思いますねそして久保田選手もねまい、あ、抜いい選手なので、まあ、師匠を連れてここは、えー、かわしまくり先行、えー、もしてくると思うので山本選手からすると1回切ってね、えー まあ3番手取れればいいと思うんですけどまあこの展開だと1回抑えていくとまあ4番の金谷選手が来てその4番手なのかなっていうことですよねその時に網種選手に切り替えられたりすると少し形勢がねえ悪くなると思うんですけども山本尚弥選手もね最近調子が非常によくなってきたので本当もうねこの自粛期間中もね本当ずっと一日中練習しててまあ本当志の高い選手なのでいろいろなことがね積み重なって もう成績に表れてきていると思うんですけどもまあ残り2周のカバンでね後ろから抑えに1回行ったところをねここね4番の金谷選手が突っ張るんですよね、うん、それで少しねお互いにちょっと踏み合ってしまってうん足を使ったかなと思ったんですけどね、うん、まあ坂本選手も少しねマークを外してしまったんですけどなんとかここから出てねはいリカバリーしてきましたね、うん。そししててーイス選手ががっかりと3番でついて九州ラインが先行体制最終ホームを、うん 通過したところで内側からね久保田選手がこの時ちょっと5番の山本直哉選手が苦しい展開これはもう本当死にたいですよね、もう本当万事休すって形なんですけどこの外兵装からねもう山本直選手は外兵装からこのまくる技術って持ってますからこれ坂本選手を乗り越えられそうでしたよね、本当この足っていうのも素晴らしいですし内から当たられてもねブレずにゴール駆け抜けてしまうこの山本選手の強さ。 これはちょっとね、うん、評価したいところですよね。まあ坂本龍馬選手もね引きつけすぎだね。はい、うん、そうね、もうやっぱりね、はい、金街選手があれだけ言ってくれたんだからさ、はい、やっぱもう踏んでないとね。うん、まああんまり本人も調子はあんまり良くないはずだからさ。はい。はい なんとか出れば今度、ゴーシ選手も後ろでブロックするわけだからね、ちょっと引きつけたのが失敗したかなという感じですけど、でもやっぱり山本選手は外へそから仕掛けたからね、いや素晴らしいですね,まあねみんな久保田選手も、ね、勝負権になるところまで中断を、ね、前々、ね、前前来たし、はい、いいレースだったと思いますね。